はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。三括カッタム課金攻略、今回ねちょっとラストチャンスガシャ20連分ちょっとね、40連目50連目ちょっとやってなかったんで、まあ、ちょっと今回ね、オービーがやっぱ強いんで、このね溜まった状態スタート4つデカプにね、この速射系というかね、これ今マリンがねいて、やっぱボス戦でもうめちゃめちゃ使うよね。で今回やっぱこのこれもう一生使える妖怪っていうかね、今回土蜘蛛のね、まあ種族効果アップが一番と思ってたんですけど、まあやっぱりね0100ですからね、これちょっとまあやろうということで、まあ一応ね次のイベント分かんなくてワイポイント残したいって気持ちもあったんですが、やりましょう。5個あるからまあ2500ぐらい貯まるだろうってことで、はい、行きましょう。一応ねスタンプで40連目50連目残ってるので、まあちょっとワンチャンゲットねあると思うので行きましょう。いやー当たってほしいな。サブアカたちは両方持ってんだよね。ちょっと一回運落としていこう。なんとかなんねえかな。これはちょっと今後出るかね。今回オービーで来たけど、まあマリン出てからずっとね出なかったもんね。まあ、やっぱりやろうということで行きましょう。出てほしいな。出てくんねえかな。さあ一応 ZZ1 体。ああ金1個か。行きます。あやった。これあダークニャンかも。ああよかった。10連で済みました。よかった。オービー出てくれました。とにかく今回これをゲットしておかないと今後勇ましね攻略で多分爆裂使うのにもやっぱこれねかなりオービー大切なので、これは助かるね。はい、あのまあ最近ね爆裂特攻なし攻略で、あパーティーいねえか、崩しちゃったか。はい、爆裂やるときも武蔵ね使ったりしてるんですけど、いやーありがたい、出てくれてよかった。オービーはちょっとねほんと今後、まあ、爆裂使いながらもね、はい、これだったら別にまあ別にあれか武蔵でいいのかこの辺は。ただまあね、はい、とにかくこれでもう全部ぶっこんで、はい、よかった。これはほんとでかい。10連で出てくれてほんとありがたい。これはちょっとね、はい、でオービーの場合はこれ地獄オロチか。あ今回完全にコンプできるね。オービーの場合はねこうやって9尾のステージで S の書ね、うん、ゲットできるので、まあ誰でもね、はい、限界突破もスキル2もねゲットしやすいので、はい、ぜひね。いやーよかった。これいないと いるといないじゃん、もう今後のほんと特攻なし攻略とかあれにほんとえらいあれが出てくるので、まあ今回例えばこれ4つ作って、ああそうか S の書、まあこれはまあちょっと後でゲットしておきますが、これほんと歴史的妖怪なんですよね。なので、まあ、今回はこうやって不気味使えますが、今後ね不気味使えない時とかやっぱりね大切なんでね、これほんとゲットしといてよかったですね。はい、ちょっとそれだけが見たかったことですね。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。とにかく今回個人的にすごいやっぱりちょっとねみんなに不満があるかもしれないイベントということで、やっぱりこのね土蜘蛛とオービー、この2大巨頭がすごい、まあちょっとどうなんでしょう、大釜は私良さがあんまり分かってないんですけど、まあでもつながりやすくするも結構いいんだよな。ただ今回ドロップしないので、ドロップがねあまりちょっとドロップしづらいので、まあちょっとあれなんですけど、いやーでも本当
まあぶっちゃけ地獄オロチもね復活スキルだから、はい、これもね、まあ、UZ にいなければあれなんですけどね、 UZ で私この復活スキルニョロロは持ってるので、だから地獄オロチは限界突破させなかったんですけど、うん、あとキュービもね、フィーバーゲージ溜まりやすいとかもかなりね、うん、使えるのでよかったかな。まあぶっちゃけで言うと今更ながらもこれでお助けがもうちょっと13までね無課金でやっちゃったので、ちょっと今更火力上がってもね、あでもランキングがアップするか、まあでも今更フルパワーでやんねえからランキングは変わんないんですけど、もっと先にやっときゃよかったかな。まあでも先にやったら出たか分かんないからな。はい、まあでもこれでワイポイント稼ぎにもね、はい、ちょっと火力が上がるワイポイント稼ぎもいけるので、はい、それも含めてよかったんじゃないでしょうか。ということで、はい、今後ただ今回ね、キュービとオービー、あキュービとオロチがあの割となんか光線を浴びるってパワーアップ光線というシンプルなあれできたので、まあ他にもねこういうライバル妖怪、まあ今回で言えば土蜘蛛と大釜が合体するかもしれないので、まあちょっとね今後も楽しみにしたいなと思います。はい、ということで一応ねやっときましたよ。地獄オロチじゃなくてオービね限界突破、まあレベル上げはワイポイント使ったレベル上げはちょっとねワイポイント稼げるイベントでやっときます。ちょっとねあの本当おはじきとプニットショットとこのニャントスコーラはワイポイント稼げないんでね、なのでこういう時は無駄なレベル上げというか、まあやらなくてもクリアできる時のレベル上げはやんないようにしてやってますかね。まあとにかく今回ね、そうだな、もう10連回しちゃったから120連でクリアしたので、キュービで50連でしょ、地獄オロチで10連、土蜘蛛で10連、30%ガシャで10連、これで80連だよね。で、ラストチャンスが、これで40連だから120連か。あの、エンマガシャ本当は回したかったけどね、クロースエンマね。それやんなくて、まあ120連分って、5万ぐらい。5万4500ぐらい、5万ぐらいのワイポイント、まあぶっちゃけて言うとね、このニャントスコーラーイベントでは貯められないので、これね、溜まった状態スタート、これで、妖怪三国志流で言えば、速射ですね、これはもうほんと強い。強いっていうか、もう使えるっていう言い方の方がいいよな。これいるいないじゃもうほんと封印ボスとか倒すのめんどくささが全然違うんですよね。なのでほんとマリンの使え、マリンで通用しないメンバーで倒せるようになるんでほんと楽ですね。ちょっと今回大釜はいけないけど、あれこれキュービって誰の格好だったっけな。あキュービあれだよな、こいつの特攻なので、まあこれでね、まあこれ種族制限今ないからいいんですけど、まあとにかくこのオービーがいればこれでね、であとはキュービーを、まあ4つもいらねえのかこれでね、やっぱりいなきゃめんどくさい、かなりめんどくさいので、周回がまあいろんなやり方あると思うんですけど、これは本当に使えるんでね、まあ地獄土蜘蛛は火力だよね、種族効果アップだと火力で、火力の神だけど、本当これはマジでね絶対役に立つんでね、はい、とにかく今回ちょっとチャレンジしてみました。よかった、一応今回さで ZZZ だからね、まあ UZ の土蜘蛛よりはゲットしやすいので、まあなんとかね引っかかりやすい、まあちょっと120連で全部揃うって相当レアだけどね。あでもジバニャンとダークニャンがいねえか、はい、まあ珍しいんだけどね ZZ がいないっての方がね、なんですが今回の、はい、イベントこれで完璧にクリアって言ってもいいんじゃないかなと思いますね。あーよかった、ほんとありがたい。はい、じゃあすいません。またお会いしましょう。
さよなら。いや、100点満点だな。ほんとダークニャンとジバニャン、ブチニャンか。なぜか ZZ だけ出なかったって感じですね。いやー、ほんとによかった。ありがとう。